今回紹介するのは、とんでもスキルで異世界放浪飯、1という本です。その男、異世界の胃袋をわしづかみ、勇者召喚に巻き込まれ、異世界に転移してしまったサラリーマン向田剛、異世界の王様の話にうさんくささを感じた向田は、早々に国外脱出を決意し、一人旅に出ることに、旅で頼れるのは、 召喚時に唯一得られたスキル、ネットスーパー、それは異世界にいながら現代日本のスーパーの商品を取り寄せられるという便利スキルだった。しかし、隣国への旅の途中、護衛に振る舞ったイノ肉の生姜焼きの良い匂いがとんでもないやつを引き寄せてしまい、とんでもスキルを駆使し魔物の肉を美味しく調理する男と食いしん坊なフェンリルの旅が。 ここに始まる原作者江口蓮書き下ろし短編小説も収録ビュッビュッとりあえず独特の擬音が連続で挿入され何が起こってるか全然わからないけど面白いという話題の「なろう」小説のコミカライズ小説版は正直厳しいものがあった。 というか途中でで読むののを止めてしまったのですが、コミカライズによって何が起こっているか非常にわかりやすくなったあの文章にドン引きした人も考えてほしいあれだけひどくても人気になれたということはお話は面白いのであるそういう意味ではコミカライズによってようやく本領発揮とでも言うべきか肝心のイラストもこびた感じではなく見やすいしすっきりしているけど モンスターや料理は描き込みも程よく素晴らしい。ナローはちょっと。と思っている方も読んでみればなるほど人気の秘密がわかるかも。肩肘張はらずに読める良作おすすめです。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。